気象情報です。台風15号は関東に今朝上陸しました。で、関東に上陸するのは約3年ぶりとなります。で、10時現在ですと台風15号もう日本の東の海上に抜けましたが、まだ暴風域や強風域を伴っているところがありますので、まだまだ注意が必要です。で、この時間の雨の様子見ていきますと、茨城県や福島県に台風の発達した雨雲がかかっています。局地的に激しく降っているところもありますので、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に注意してください。で、こちら台風15号、関東に記録的な暴風をもたらしました。こちら最大瞬間風速ですが、千葉で 57.5 メートル、観測史上最大を記録しました。この風はトラックが横転するなど危険な風です。で、この強い風の状態は台風が抜けてもまだ続きそうです。こちら風の様子ですが、沿岸部中心にまだまだ風の強い状態が続きますので、台風が抜けても強風にはお気をつけください。この後の天気見ていきましょう。明け方大雨となった静岡や関東では広く晴れそうです。西日本も青空が広がりますが、九州など大気の状態が不安定となりますので、にわか雨や雷雨に注意してください。最高気温見ていきましょう。広い範囲で30度以上の真夏日となりそうです。そして関東から西では35度以上の猛烈な暑さとなりそうです。そして台風からの熱帯の暖かく湿った空気が入った影響で、湿度も高い状態となりそうです。熱中症には厳重に警戒となっています。特に関東や東海、近畿では極めて危険な状態となっていますので、水分補給や塩分補給をこまめにするようにしてください。あとエアコンなど上手に活用して、熱中症には十分注意してください。以上、気象情報でした。